はい、どうもゆうくんです。今回も話題の車、そして新型車の魅力をカタログで紹介していきたいと思います。ということで今回紹介する車はこちら、新型アウディ A7 スポーツバッグでございます。で、この A7 スポーツバッグなんですけど、スタイリッシュなデザインで 4WD のフォードアクーペということになっております。じゃあ見ていきたいと思います。1ページ目開きますと目次などが紹介されております。次のページでは A7 スポーツバッグの外観が載っております。次のページでも横から見たスタイルが紹介されております。次のページでもデザインなどが、ね、紹介されておりまして、見開きになってまして、リアビューこのような形になります。で、テールも曲線を基調としたデザインになっております。次のページではフロントマスク、このような感じになります。力強いデザインになっているなと思います。次のページではテールが紹介されております。次のページではインパネ周り、このようなデザインになっております。直線を基調としたデザインになっております。見開きになってまして、メーターの表示がこのような感じになります。ディスプレイタイプの、ね、メーターとなっております。隣では助手席側が紹介されております。助手席側にはクワトロのエンブレムも装着されております。ナビや空調の操作パネル、このような感じになります。次のページではナビ周りが紹介されております。ナビ画面、そして空調などの操作パネルもディスプレイタイプのものが採用されております。様々な機能を使うことができるようになっております。あとアウディコネクトというサービスも採用されております。隣では各機能が紹介されております。専用オペレーターを介して様々なサービスを受けることができますし、 Wi-Fi につなぐことによってナビの設定や検索などができるようになっております。次のページではアウディバーチャルコックピットが紹介されております。 12.3 インチのフルカラー液晶のディスプレイが採用されております。隣では内装の色味も用意されておりますし、オプションでバング&オルフセンのサウンドシステムも用意されております。次のページでは走行性能が紹介されておりまして、メインのエンジンが3リッター V6 のツインターボエンジンということになっております。でミッションが7速エストロニックとなっておりまして、全車クワトロが採用されております。次のページではこの新型 A7 スポーツバッグにはマイルドハイブリッドシステムが採用されております。エネルギー効率を高めて環境にも配慮しているという車になっております。次のページではシャーシの性能が紹介されておりまして、車格が大きいという理由もあってか、ダイナミックオールホイールステアリングが採用されております。 4WS のシステムが採用されておりますし、サスペンションや走行特性もしっかりセッティングされているということになっております。次のページでは上級仕様には HD マトリックスの LED ヘッドライトが採用されておりますので、夜間の走行時に対向車、先行車などに直接ハイビームの光を当てないようにして視界を確保するという機構になっておりますし、オプションでハイビームの光量を2倍にするアウディレーザーライトが用意されております。隣では LED リアダイナミックターンインジケーターというシステムも採用されております。次のページでは運転支援システムなどが紹介されております。次のページではアダプティブドライブアシストということで、全車速追従機能付きのクルーズコントロールの機能も採用されておりますし、交差点から出る際の視覚を補ってくれるフロントクロストラフィックアシストが用意されますし、右折時の視覚を補ってくれるターンアシストも採用されますし、車線変更の際にも視覚を補ってくれるサイドアシストも採用されております。あと車から降りる際の車の後方の視覚を補ってくれるエグジットワーニングという機能も採用されております。次のページでは全方位カメラを用いた支援システムなどもいろいろと採用されておりまして、縁石への乗り上げを防止するためのカーブストーンアシストや、駐車場からバックで出る際のギアクロストラフィックアシストも採用されておりますし、もちろんサラウンドビューカメラも採用されております。次のページではフロントカメラと各種センサーを組み合わせて
歩行者検知にも対応した自動ブレーキなども採用されますし、事故を予測して衝撃に備えてくれるアウディプレゼンスベーシックという機能も採用されております。あと追突も予測して衝撃に備えるシステムも採用されておりますし、さらに指定校を助手席のチャイルドシートに乗せている際に助手席のエアバッグの作動をカットするスイッチがグローブボックスの奥に設置されているということになっております。次の PC ではラインナップが紹介されておりまして、メイングレードが 55TFSI クアトロ S ラインとなっています。このような外観になっております。S ラインですとマトリックス LED ヘッドライトなども採用されますし、各種装備が用意されております。サンルーフやサラウンドシステムもオプションで用意されております。次のページではボディカラーがこのようなラインナップになっております。ホイールやシートカラーなどがこのようなラインナップになっております。次のページでは標準装備の内容がいろいろと紹介されております。でナビは Apple CarPlay や Android Auto にも対応しているということになっております。次のページでは標準装備の安全装備がこのようなラインナップになっております。次のページではオプションがこのようなラインナップになっております。次のページでもスペシャルオプションが紹介されております。このような感じになります。次のページではデビューパッケージということで紹介されております。このような感じになっております。次のページではアクセサリーなどが紹介されております。でアウディ専用のドライブレコーダーや専用ホイールなどもラインナップされております。次のページではアウディのモータースポーツの基地が紹介されております。メインにはフォーミュラ E のマシンが紹介されております。次のページではアウディのサイトやソーシャルメディアが紹介されておりまして、隣では保証などが紹介されております。これは凝縮のような感じです。はい、ということで今回は新型アウディ A7 スポーツバッグについて紹介しました。カタログの内容と話の内容異なる表現等あったと思いますが、その点はご了承ください。またところどころ聞き苦しいところもあったと思いますが、その点もご了承ください。でこのチャンネルなんですけど、基本不定期で動画の方を投稿していきますので、チャンネル登録の方ぜひぜひよろしくお願いします。あと Twitter の方で動画のこととかその他いろんなことをつぶやいておりますので、できれば Twitter のフォローもよろしくお願いします。で Twitter のアカウントは説明欄の方に書いておきます。はい、ということでゆうくんでした。ご視聴ありがとうございました。